はい、どうもこんばんは、パジャマ姉さんです。先週はいろいろと忙しくて届いたのに見てなかったものがあります。こちらです。じゃじゃん。東方神起の解放誌がね、届いてたんですけど開けてなかったので、これから開けたいと思います。はい、ではですね、早速開けたいと思います。東方神起ファンクラブビギストからの解放ですね。ベリッ、2018サマー。え、こんなんでた、こんな袋に入ってました。なんだこれ。うん、 DVD ね、いつもの DVD ですね。はい、でこっちなんかブルー珍しいですね。東方神起といえば赤なのにね、珍しいですね。はい、夏バージョン、夏会合ってことで、はい、内容がですね、まずは、ビギアゲツアーの写真ですね。はいはいはい、こんなんでした。まずね、はい、衣装を見るとね、思い出しますよね。あの、この黒髪短髪の湯の大好き、この髪型がめっちゃ良かったですね。はいはい、この スワロフスキーキラキラのシャツもね、良かったですよね。思い出しますね。はい、はいはい、はいはい、どんどん見ていきますよ。はい、次はチャンミンのページですね。あ、ちょっと待って、ユノのメッセージがあった。ビギストの皆さん、ユーハです。ドームツアーも終わって日本デビュー13周年、そして日産スタジアムと上半期があっという間でしたね。でも9月から新しいツアーステージが始まります。2018年最後まで一緒に駆け抜けましょう、というメッセージです。絶対これ誰が考えてんだ、マネージャーかな。日本デビュー13年目、すごっ。はい、ではですね、チャンミンのページ。おお、はい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 、チャンミン、はいはい。ビギスの皆さん、今年ももう半分以上が過ぎちゃいましたよね。暑い夏ももうすぐ終わっちゃいますけれど、思い出作って美味しいものを食べましたか。夏バテもしないようにしてください。でも一緒に過ごせる時間、ステージがこれからスタートします。皆さんもちゃんと準備して待っててください。チャンミンってことです。かわいいっすね。 はい、次、これね、写真がね、ちっちゃい。うん、いきますよ。うーん、なるほどなるほど。はいはいはい、バックステージね。うん、あれだ、エクソの誰だっけ、この子、エクソの何々くんが、シウミンか、シウミンくんが来てましたね。いや、知らないけど。うーん、はいはいはい、ビギアゲツアーね。あ、このまた例のね、はいはいはい、プロダクションノーツ。はい、このあのね、毎回コンサートの間に入る映像ありますよね。あれね、私いつも思ってたんです。あれコンセプト何なのっていうね。いつもね、何かに追われてるとか、誰かと戦うとかね。で、黒ちゃんみん黒湯ので白ちゃんみん白湯のね、だいたいね、こう善と悪とかね、いつもねコンセプトはね似てるような気がするんですけど、でもあの映像についてさ、誰も何も触れないし、何の解説もないからさ、これコンセプト何なんだろうねってね、いつも私思ってました。なんとこんなところに書いてあるんですね。やっぱそうなんだ、ブラックはホワイトとホワイト&グリーン。うん、ちょっとこれはよくわかんないな。へー、あのワンシーンね。そうそうそう、だいたい壮大なテーマなんだけど、いつもねコンセプトがねよくわかんないなるほどね。そう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 、そういう感じ。はいはいはい、で可愛いのがあってね。うんうんうん、ありましたありました。え、天才バカボンに出てたんですかこれ。嘘、天才バカボン3、愛と青春のバカだ大学。天才バカボン3に出てたんだ。いや、それはちょっと知らなかったな。で、雑誌のボーグ、メンズクラブ、ニュースペーパー、アエラ、あとラジオ出演したの。マジっすか。ミュージックテーションね。はい、ジップ、マジっすか。あ、いろいろね、いろいろってことですね。はい、次、東方神起カレンダー撮影の裏側みたいな
皆さんカレンダーとか買いました？私ね買ってません。私ね本当に申し訳ないんですけど、グッズにはね絶対興味がないんですよ。本当すいません。まあ、まあ写真はねすごくいいなと思いますけどね。爽やか、めっちゃ爽やか、爽やかに仕上がってますね。これとかこれとかね、素敵。やっぱあれですね、日本向けですよね、この髪型とかこの雰囲気がね。とっても素敵ですね。かわいい。はい、どんどんいきますよ。次がですね、ザ・ミッション、あれですね、そうですよね、これあれファンクラブイベントですよね。行きました、私、幕張メッセでしたよね、3月かな。3年ぶりのファンクラブイベント、そう、3月18か14どっちに行ったかはね覚えてません。だけどね行ったし、結構ねいい席だったので、この長いこう通路あったじゃないですか、この通路がね割と近かったの、何列目だったかなちょっと覚えてないんですけど、割と近くて結構ねいい感じのところで見れました。へー懐かしい。そうこれでね、まさか本人たちが入ってるとは思わず、これが出てきて、チャーミンたちが出てきた時にキャーってなりましたよね。なった、思い出した。はい、これでね、またあれですよね、いつもの料理対決と借り物競争みたいなのね、ありましたね。あった、あった。この時ね、またね、チャンミンと目が合った。チャンミンね、多分私のこと好き。ユナはね、全然見てなかった、はい、あとは、これもあれだね、懐かしい。チャンミンうまいんだよね、料理ね。もうね、この料理対決はね、もうやめた方がいい。もうチャンミン圧勝だし、ユナはね、ちょっとね、ふざけてる。ユナがね、ちょっとね、ふざけてきちゃったので、もうこの料理対決はね、もう終了でお願いします。チョコレートとタコの揚げ物、ひどマジっすか、絶対言うのでしょ、そんなことすんの。計量スプーンの魔術師ぽいぽい、絶対ね、ユノが作る料理はまずそうでしたよね。はい、あ、出た、借り物競争もね、みんなね、すごいの持ってきてましたよね。私が行った時ね、ちょうど警察の格好をチャンミンが探してて、すぐ近くにね、なんか手錠を持ってきてた人がいて、その手錠をもらいにね、チャンミンがね、すぐ近くまで来ました。チャンミンは来てないか、チャンミンすぐ近くの人までこう見てました。このすぐね近くの人のね、手錠をね借りていきました。まあ、懐かしい、このね料理対決ね。最後がファンクラブイベントでのライブの写真ですね。あとバックステージとね、かっこよかった、すごいかっこよかった。リブートと桜道を歌ったんですって。忘れてましたね。はい、以上となります。9月19日にアルバムが発売されそうですね。で、ライブの初日が9月26日でしたよね。なんと間が1週間ないのかな、ね、1週間ないのにそのアルバムを聞いてこいよってことですよね。なんてことでしょう、忙しいわ。下手したらね、忙しい方とかね、 CD 聞くことなくぶっつけ本番で、ね、ライブ参加っていう方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、こちらの DVD の方は、まあ後で見ときますね。動画が面白かったよって方は高評価の方を、チャンネル登録もお忘れなく。はい、ではまた、パジャマ姉さんでした。